やったやるぞ。あーやばい、ワクワクする。やっべ、しゃあみんな乾杯。 FF7 って何歳だったんだろう。小中あたりだよね確か。いや俺めっちゃやったね FF7、 本当にめちゃくそやったんだから。セフィロスが仲間になるって聞いて死ぬほどやったんだが、俺の青春潰れちまったんだあれで。セフィロス仲間にするためになんなかったんだから。え、わ、どうしよう。うわぁ試されてる、超試されてるんですけど。クラッシュ、ノーマルでいい、ノーマルでいこう。あれ、トゥンルンルーンじゃないの？スタート。トゥントゥントゥントゥーン、トゥーンでガタンガタン、ガタンガタンの。あれじゃないじゃん。トンビが飛んでおります。トンビですか、これは。何を表しているのか。トンビがミッドガルの上空を浮かび、まるでこの荒廃したこの世の中を、世界を見下すかのように鳥がこの世界を見る。鷹か、鷹でした。やっぱ映像、何これ、何これ、マジかこれ。はあああ、かわいい。肌も肌質がこんないい肌質してるな。うわかわいい、胸元セクシーだな。うわラブレス、あすごい。あ、ゆっくり、ゆっくり、ちょっと待って、止まって、止まって、ゆっくり見たかった。ちょっと待って、早い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 、すっげえ、なんだこれ。うわーかっ、うわー、新ラビル、でっけえ、うわやられた。お、クルクラウド、かっけえ。鉄の肩の鉄のネジはどういう意味があるんだお前は。前から知りたかった。ここの名前忘れちゃったな。バルット、かっけえ。腕太っ、これはウエイト相当やってるぞ、かっけえ。敵倒された後来てるからね。敵倒され、敵倒した後に格好つけられても。あら、そう。OK、操作性は割と一般的な感じで。おい、もう触れんの？この時点で。ゼルダじゃん。ほぼゼルダじゃん。かっけー。こんな、めっちゃ妄想してたぞ。こんなゲームを。これポーションもらえんじゃないの？あ、もらえない？プレスの方はここでもらえたよね、ポーション。作戦通り。じゃあ、すいません、ボイスがないんで僕のボイスで勘弁してください。しばらくは。興味ないね。よう。で、ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人、キャリー捨てたってわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。名前はクラウド・ストライフ。武装路線で行くとなれば、プロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。D、勝手に仲間にするね。仕事が俺は他人だ。クラウドさん。あ、出た。迷っていいっすよね。出ました、出ました。
全然俺の思ってた声と違った。もうすぐ開くっすかと思ってた。バレット、腕太えな。ベンチ何キロ上げんだ俺。まあ、片手10だけど。隙をつく。勝てえな犬。ピンチの時は回復しよう。オーケー。してこいしてこい。投げだ。狙うこのままでは。アイテム、ポーション使ってこ。まだ。オーケー。隙を集中して、ここまで進むぞ。犬硬いね。初めて言うな俺、犬硬いって。そんな日本語あるの？クラウドさん、リフトで上に待ってるっすよ。うっす。リフトで上に。ありがとな、そんなヒントみたいなこと言ってくれて。俺がアバランチ、こいつら追いかけてるよね、さっきからね。なのになんで敵がいるんだよ。処理せず行ってんだ、こいつら。ちょっと倒していってくれよ。覚悟はいいか、見せろ。えっ、かっちゃっ、かっけえ。ああ、どうってこと。いや、どうってことあったよ、全然。全然でもやっぱプレスの時のマップと全然違うわ。こんな違うんだ。さすがに。ちょっと犬の方が強すぎんだろこのゲーム。人間弱すぎんだろこれ。これあっちっす。行こう。お、かわいそうじゃないかウェッジが。そういう人生か、お前は。しょうがないな、これは。気合いていけ。おい、ジェシーを待たせるな。うるせえな、ジェシー。エレベーター下に行っちゃってる。そこのボタンを押して。お前が押せよ、近いんだから。こんな古かったんだ、あそこって。かわいい、ちっちゃいティファ。ちっちゃティファじゃん。ちっちゃティファ。ロリティファじゃん。FF7 よ。やばくない？うわ、見て。ファイナルファンタジー7のリメイク。あ、こんな綺麗なんですか、ね？超綺麗これ。これ FF7 よ。ティファですか？もうちょい説明必要？これ全然ティファじゃない。ヒゲ入ってたじゃん。あんま知らない？これティファじゃない。これティファじゃない。何これ今生配信、ライブって出てないでしょ。右上にライブって出てたら生配信よ。生っぽい。まあ、生っぽいね。クラウド。後ろ姿。これはクラウドじゃない。これはバレットね。バレット。腕太いよ。え、こんなんでしたっけ。こんなんなのよ。やばくない。UFO にもあるな。モーションもすごい。まだ分かんない。これゲームよ、ゲーム。どっから分かってないの。そのゲームよ、まず。これ。UFO。画面まず、あとこれ。これ UFO ですか。UFO。そんな強めに風使わないのよ。こんなんだってさ。ああ、やばいよこれ。肌質まで分かるよ。すごい。全然ニキビとかないみんな。全然綺麗。お肌ケアしてるみんな。おうよ。結構深刻な状況今。もうエレベーター長い、ずっと。でかい。でかい、近い。このコロナの状況で。ソーシャル分かって、うん、あ、炎上するこれは。うん。かっこいいな。クラウドかっこいいよ。すっげ、胸毛もすごい。もう結構出てきてる。いや、まだ序盤の、もう序盤。いや、超序盤これ。今始めたばっか。うん。すごいのよ。でかいし、ほらもう銃の感じもすごいっしょ。うわ、すごい。サングラス。うわ。やめてよ。やめてあげないよな。そんな。俺ちょっと見てられないわこれ。ええー。やばい。
やばい、やばい、見てられない。その、本当だと思っちゃってる。本当じゃない、本当ではないのよ。巻き込まれたくない。いや、そんな近場の話じゃないのよ。そんなその近い銃とか撃ってるし、あけぼの橋の話じゃないのよ。すごいな。すごいよこれ。やばい、巻き込まれる。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これでバレット使うんじゃない？出た。バレットボールです。遠距離攻撃。はーい。楽しい。遠距離も。俺にかかれば楽勝よ。ああ、楽しいね。気持ちいい。めっちゃ打たれるけど。ああ、やばい。興奮がやばい。なんでもっと早くやってなかったんだろう。おかしな話だ。ていうかマジでキャラが全員かっこいい。なんかこの分かる剣の質感、なんかツルツルじゃないのね。この太い方とかもさ、分かる、これほら、この感じたまんないよ。鉄って感じが使ってきたんだろうなっていう。こっち側もねギザギザだし、剣でかっ。全部見ちゃうね。どこで買ったんだこの服。髪とかどうなってんだこれ。どうセットしたらこうなんだろうな。ふっさふさじゃん。めっちゃかっこいい。めっちゃ見てくるバレット。何この字。うわ、目そらした。え、出す、え、どういうこと。バレット今何、なんで目線そらした今。バレットなんだよ。バレット、なんで目そらすんだよ。なんだよ。どういう感情で目そらしてんの。 BL ってこと。目そらすな。